7月8日発行の広瀬巻レポートをお配りしています。表面は7月5日の東京都知事選挙、都議会議員補欠選挙の結果をお伝えする内容です。都知事選挙については東京都全体の得票と小金井市内の得票を記載しています。都議会議員補欠選挙についてはご案内の通り、自民党候補が全4選挙区で勝利し第2党に躍進いたしました。裏面は新型コロナウイルス感染症についてお伝えする内容です。一律10万円の特別定額給付金ですが、小金井市の申請期限は8月31日です。今後の振込予定日についても記載しています。その他、受診相談窓口や接触確認アプリのご登録などをご案内しています。よろしくお願いいたします。